その なんて言うんだろう、キャポンと行こう家事に焼けられるから。あー、うまい。お前は結構ボコってなった。ではいただきます。北欧暮らしの道具店で、店長をしています佐藤智子と申します。3歳半年が離れた実の兄と一緒に約14年前、2007年に北欧暮らしの道具店というウェブショップをスタートしました。私はお店の中でご紹介するオリジナルの商品であったりとか、セレクトしてくる商品、それから毎日読み物とか動画コンテンツとかラジオとか、そういうものを最近は配信しているんですけれども、商品とコンテンツの全てを統括する仕事をしております。なんかインテリアとか雑貨とか暮らしっていう領域は仕事にするっていうのが好きすぎてちょっと触れないっていう感じで、そこだけ本当に20代の後半まで手つけてなかったんですよね。まあ、いろんな仕事をアルバイトとか契約社員的な形でちょこちょこ経験しながら、やっぱり違うって言ってこう1年で辞めちゃったりとか。でももしその領域でうまくいけば、大好きな暮らし周りのことが仕事にできるし、まさに誰かの生活に何かささやかでもポジティブな影響を提供できる仕事に就けるかもしれないっていう、まあ、希望も持った上で覚悟を決めて、インテリアデザイン事務所に何の経験もないし、そういった資格を取れてないのに門戸を叩くっていうのが一つ大きな転機になったなとは思います。当時 あの自分が住んでた家の写真を撮ってプリントアウトしたのを綺麗になんかスクラップして、面接行ってこんな部屋に住んでますっていうこと以外、なんかインテリアを好きっていうことを知ってもらえる資料がないわけ。仕事の経歴がないから。でもそのね、写真を見たり会ったりした社長が、面白いわねあなたって言ってくれて採用してくださったからね、本当に今につながってるんですけど、まあ、本当いろんな偶然に導かれてお店をやることになって、当時まだ始めて初期の頃のお客様からメールいただいたのをすごく覚えていまして、ずっと探していた大好きなシリーズのカップ、御社で見つけられてよかったですっていう感謝とともに、最近すごく育児で余裕がなかったんだけれども、このカップ&ソーサーでお茶をする時間だけはそうイライラとか、まあ、いろんなわさわさした気持ちを忘れられます、ありがとうございますっていうのをお便りをいただいたんですね。それをいただいた時に、あーこれだってすごい思ったのを覚えてるんですね。そうだ、ずっと自分が20代から探してきた誰かの役に立ちたいけど何をしたらいいかわからないっていう、これはあ、そうこういうシンプルなことだったかと、見つけてきたものを紹介するでよかったんだっていう、誰かの生活にちょっといい影響があったんだなって実感できた初めての出来事だったんです。なのでこれをもっともっと積み重ねていきたいし、この輪をもっともっと広げるっていうことをとにかく私は頑張ろうってその時思って、今映画を作ったりドラマを作ったりラジオで喋ったりって、その商品作ること以外もいろんな今お仕事させていただくようになったけど、今もその時の気持ちはなんか全く変わっていなくて、北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう、3月14日日曜日の、なんかその葛藤、多分私もずっとなんか二十数年してきたなっていう自覚はあるかもってお便り読んだ時思ったんだけど、吉部さんは。確かに確かに、そういう意味では上書き書き直しができないっていうのが、まあ、
感じで出てたんで、うん、なんかこっからガラッと濃い色がとかって、うん、かビビそういう意味ではなんかこれバランス取れてるな、常に、うんうんうん、思う。この中で言うと1番、2番、6番、うん、はい、はい、ではでは、お疲れ様でした。メモしてます。その枠組みを考えるのはやっぱりアニーの役割かなと思っていて、例えばその北欧暮らしの道具店っていうお店を作ろうってなった時に、まずこういう感じのこうサービスとかパッケージでやっていこうかとかっていう、その枠組みみたいなところはやっぱりアニーが考えるのがすごく得意だし、私もその彼が考える枠組みがいつもちょっとオルタナティブというか、今までいろんなとこで見聞きしてきたものとはちょっと違う提案が投げてこられることが多いので、やっぱりなんか面白いなって思っちゃうんでしょうね、自分も。だからそんなことやれるかなみたいな、兄が言ってる時点では具現化されてないから、一体それがどういったものになるのか、映画作ろうとかって言ってもどういう映画っていう、映画作るところまで行くのかって最初思ったけど、やっぱりちょっと面白そうだなって思っちゃうし、やれないかもしれないってもちろんドキドキする気持ちもあるけど、今まで商品を作ってきたりコンテンツを作ってきたりしたのと同じ気持ちでやってみたらどんな映画ができるんだろうっていうところまでは自分たちでもいけるかもな、その道のプロとしてやってきたわけではないけれども。このウェブドラマだった青化けのテーブルという作品を私たちのオリジナル作品として、まあ、劇場版映画化するぞって決めてから、まあ、1年半が経過したんですけど、その時は本当にそんなこと言っちゃったけどできるのかなと思ってたんですが、衣装が見えて映画の色がだいぶこう濃くビジュアルのイメージがついてきたから、うん、ワクワクする気持ちが割と、ね、冒険した方がいいよねみたいなのをそのように言われて、なんか似合うから変わっていくよね、タルトがどっかで立ち止まってんだみたいな、どのくらいの納豆は朝ごはん用に食べてて、弁当には納豆入れてないとか、ね、でもいいかな、そうです、まあ、そこはなんか取捨選択してるんですけど、女子、あ、これめっちゃ可愛い、あ、可愛い、この赤と合いますよ、これ、一回募集要項読んでるの、赤色も読ませてよ、
急にチョコスリーの活動再開して。え、すごい。俺明日行くけど一緒に行く？え、行きたい。ヨダも来る？私はいいよ。自然にあの子が考えてない。こんばんは。よーい、スタート。さっさ、食べましょうか。めっちゃ美味しそう。ゆうこちゃん、青葉家へようこそ。そうそうそう、じゃあよければ、はい、入ってもらいます。この字紙じゃないかな。あ、どうぞどうぞ。今このバランスで、あ、だいぶいい。お前がデコボコってなった、うん、このこいつがボコ、はい、スタンオートして、あー、もうスタンオートして、お客さんないやつ、はい、で、肩のお世話になった。はい、OK です。はい、OK。 終了。はい、OK。 じゃあ、皆さん集まってください。アルプ役の西田さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。俺と佐藤の違いって何かっていうと、うん、やっぱ圧倒的に佐藤の方が解像度が高いじゃん。もう周りはなんか俺でもいいんじゃないってなってても、本当に千々が万事粘るよね。この色の感じもうちょっとよくできるよねとか、うん、この編集の間のあとワンテンポ、まあ、欲しいよねとかさ、うん、そこまでこだわらなくてもいいんじゃないって横にいて思うこともあるんだけど、うん、それは毎回なんだけど、完成した時に、うん、うわー、やっぱりそのごめんなって気になる。そうなれたのはやっぱ佐藤が常になんか自分の作家性とかってじゃなくて、なんかいや私たちのお客さんを喜ばせるにはこうあるべきだ、なぜなら私がお客さんの代表としてこう感じるからだっていうぶれない感じがあって、なんか相当見てるんだけど、私もなんか今日でもちょっとあのさ、洋楽みたいな。一番やっぱり勇気出さなきゃいけないのは、一回良いとしてたのを後でやっぱり気になるから直してほしいっていう時ですよね。これが自分でもあの逃げてしまいたいと思うタイミングで、本当に全部の現場に美術さんがいらっしゃって、本当に細部まで計算して作ってくださったセットなので、8割ぐらいできたところでのこのこ行ってね、なんかちょっと違うんです、ここ直していって、そりゃね、なりたくないんですよ。でもそこまでいろんなイメージを詰めてきて、いろんなその美術のコンセプトにやっぱり理由があるので、あ、すごくいいですねっていうよりも、こういう今回ビジョンがあるからこういう風にしてほしいっていう風に伝えることも、ある意味相手へのリスペクトかなと思っていて、変に遠慮したり容赦したり妥協したりするというより、一緒にそこまで持ってきたいっていう真剣な姿勢をとにかく私が見せ続けるっていうことが、一定もちろんプレッシャーは与えてしまった部分はあると思うんですけど、でも、あ、この人なんか本気で言ってんだなとか、悪気があるわけじゃなくて、本当にこの作品をいいものにして誰かを喜ばせたいっていうことだけにかけてるんだなみたいな部分って、いくら言葉が下手くそでも、あの、分かってくれる人は分かってくれるんじゃないかって信じるようにして、勇気を出して言いたくないことを言いに行くっていうのをずっと14年間どういう場面でもやってきたので、映画も全く同じでしたね。自分がいいとしてたことを1年後の自分がそれじゃダメだっていうことの中も繰り返しなんですよね。本当の佐藤智子さんはと20代の時からずっと変わらず、
ちょっとでも誰かの生活を楽しくできるものとかことを届けたいなって思ってる人なんだけど、それをやり続けるためにはやっぱりお店の形態も変わるし時代も変わるし、このままだったら飽きられちゃうかもなとか、今のお店を自分で見ていてなんかちょっとピンとこなくなってきたなとかね、そういう感覚ってやっぱり向き合うのって苦しい作業ではあるんですよね。変えないことと変え続けていかなきゃいけないことっていうのが常時あって、まあ、映画だけではなくて今までの自分たちの雑貨屋としてスタートした領域を考えると到底自分には超えられるだろうかとか登りきれるだろうかって感じるような開発案件とかちょっとずつ増えてきてるなと思うんですけど、そういう時にやっぱりすごく自分に言い聞かせてるのは今まで積み重ねてきた足跡みたいなものを自分で自分をこう信じてあげようって、あんまり新しい判断軸をそこにおいては更新しすぎないようにしてるかもしれないですね。迷った時に立ち返る場所っていうのはあえて更新してないかもしれないな。ムビチケも販売中です。詳しくは概要欄をご覧くださいね。それでは本編予告編をどうぞ。お母さんの友達も住んでて、その恋人の4人暮らし。うん、変だね。よく言われる。ゆうこちゃん、青葉家へようこそ。りくくんのお母さんとうちのお母さんって昔から仲良しらしいね。春子さん、こんな有名人と友達やったんやな。もう何年も会ってなかったから。私の母が雑誌とかにも取材されたりするような人間なんですが、私は私で何かにならなきゃって思って。うわー、なんか一個見つかればいいんだって。じゃあこの夏何か一個見つけます。お母さんに対抗してるんですよ。春子さんってうちのお母さんとは。久しぶりじゃん。久しぶり。自分にね、自信持ちすぎなの。もう昔からそう。はるばる喧嘩売りに来たの。そうかも。喧嘩しに来たのかも。今さら無理だった。20年前の私が言ってる気がするんだよね。人生の清算してくる。たまにはさ、冒険しないと価値観凝り固まんない。いろいろ冒険した結果ここに落ち着いてんの。バンド一緒にやる。私さ、まだやり残しちゃったことあるんだよね。行ってくるね。若者と大人、過去と未来が交差するひと夏の物語。かっこいいお母さんの青くてダサいとこは若者の希望だよ。映画青葉家のテーブル。